私の名前はパニコ、28歳。夫のハヤトと結婚して今年で2年目です。ずっと子供が欲しいねーなんて夫婦で話していたけれど、この度ようやく第一子を授かることができました。もう嬉しくて嬉しくて。本当は安定期に入るまでは2人だけの秘密にしておこうって話もあったんですけど、なかなか隠しきれない事情が。実は私たち夫婦は義両親と同居中なんです。本当は同居なんてしたくないと思っていたんですけど、義父が体調を崩したとかで、義母もいるにはいるんですけど、なんせ自由気ままな性格なので全く看病すらしないんですって。だから今回の同居は仕方なくって感じで、我が家に義両親が引っ越してくる形となりました。同居をスタートさせてからというもの、義母は私に対してのみびっくりするほど強烈な振る舞いをしてくるんです。まあ同居前からちょいちょい私に対しての非常識な言動は見られたんですけどね。同居するようになってからエスカレート。だから関わりたくないって思ってたのに、なんて言葉を口に出すわけにもいかず、憂鬱な日々を過ごしているんです。ちょっとパニコさん、いつまで部屋でゴロゴロしてるのよ。何度も言ったでしょ、妊娠は病気じゃないって。あ、お母さんすみません。夜中もずっと吐き気で一睡もできなかったもので。ダメよ、妊娠初期からそんな言い訳ばかりしてっちゃ。あなたこれから母親になるんでしょ、もっとしっかりしなきゃ。そうなんですけど、私つわりでご飯の炊ける匂いも、それに肉や魚の匂いもダメで。そんなこと言って私に食事の準備をさせようだなんて許さないわよ。つわりがひどかったのも、妊娠したことを隠しておけなかった理由。そんな私が唯一穏やかに過ごせるのは、夕方から就寝までの数時間。ただいま。パニコさん、体調は大丈夫かい？目の下のクマがだいぶひどいことになってるけど、少し横になった方がいいんじゃ。お父さんお帰りなさい。お疲れ様です。今日も吐き気に襲われてて、ご飯作り終わったら休ませてもらいますね。そうか。あとは私が代わりにやるから大丈夫だよ。安定期に入るまでは無理はしないようにね。家事なんて適当でいいんだからさ。はい、ありがとうございます。私たちと同居するようになってすっかり体調が良くなった義父。ここ最近体調がいい日には友人の仕事の手伝いをするとかで、夕方まで不在にすることがあるんです。正直言うと、義父が家にいてくれた方がガミガミうるさい義母から私のことを守ってくれるので助かるんですよね。でも私のことをかばってくれたらくれたで、遠くで目を光らせている義母が必ず話に割って入ってくるんです。ほんと油断も隙もない。お父さんたらまたパニコさんのこと甘やかして。そんなこと言ってもかわいそうだろ。つわりがひどいのに家のこともやって、それにパニコさんは確か自宅でお仕事もしてるって。はあ、仕事？もしかしてパソコンでカタカタやってるあれ？それなら家事をまともにできないようならやめるように言ったはずよ。たかが数分パソコンの前に座ってるだけだって言うのに、それが仕事なんてそんなはずないじゃないの。ね、いや、何度も言ってる通り、それが私の仕事なもので。とにかくわけのわからないことをやってる時間があるなら家事に専念してちょうだい。たくニートのくせに偉そうに。お父さんも金輪際パニコさんを甘やかさないでちょうだい。わかったわね。案の定私たちは怒られてしまいました。とにかく誰が何と言おうと、この家で一番強いのは義母。義母の言うことは絶対という感じで強く言われてしまうと、私も義父も何も言い返せなくなってしまうんです。もちろん夫も義父も私の味方をしてくれるのは分かってるけど、それでもなんだか腑に落ちないんですよね。お母さんたらひどいと思わない？私のことをニートって言ったんだよ。それに家のことを何もしてないみたいな言い方しちゃってさ。昔の人だから在宅ワークって言ってもピンとこないみたいでさ。何十回も説明したんだけどね。私が話を聞き流せないのも悪いんだけどさ、それにしてもあんな言い方はないなって思ってね。そうだよね。また今度俺から母さんに話してみるよ。とにかくパニックは休める時に休んで、あまり無理をしないようにね。ありがとう。俺もパニコと生まれてくる赤ちゃんのために頑張るからさ。毎日のように隼人に愚痴を聞いてもらいながら、なんとかこの憂鬱な日々を乗り越えるように頑張ってきたつもりです。相変わらず義母の私に対する嫌味は収まることはなかったけれど、それもこれもあと少しの辛抱、そう自分に言い聞かせていたんです。そんなこんなでいろいろありながらも月日は流れ、私のお腹はとっても大きくなったんです。赤ちゃんの性別は生まれてからのお楽しみってことにしてることもあって、隼人は毎日のように早く生まれてきてほしいなーなんて言っています。それに立ち会い出産まで希望しちゃって今から気合も十分。そんなある日の休日のことでした。いつになくご機嫌な義母が私たちがいるリビングにやってきて、今日はみんなに嬉しい報告があるのよ。はいはい、みんなここに座ってちょうだい。あ、どうしたの？ああ、したんだ。やけに嬉しそうだけど、実はね、茜が結婚することが決まったみたいなの。いやー、嬉しいわ。え、そうなの？姉さんが？茜さん結婚するんですね。おめでとうございます。あれ？でも隼人の話だと、お姉さんって確か最近付き合ってた彼氏と別れたとか。それにしても随分と急だな。この前はもう結婚なんてしないとか言ってなかったか？まあそんなこともあったかも。でもきっとご縁があったってことでしょ。そっか、何はともあれよかったね。ああ、結婚式は2ヶ月後の2週目の土曜日にあげるって言っていたわ。大安の日ちょうどキャンセルがあって式場が空いたんだって。ラッキーよね。え、その日ってカレンダーを見ると、義士の結婚式が予定されているその日は私の出産予定日とぴったり合致していることに気がつきました。臨月に入ったばかりならまだしも、出産予定日に何時間も式場にいるのはちょっと。しかも式場は自宅から車で1時間以上も離れた場所。なんせ初めての出産だし、いろいろ不安もあったので、助産師をしている親友の牧にも相談してみることにしたんです。移動に往復2時間でしょ。それに式場に2時間滞在ってことは、軽く見積もっても5時間はお腹が張っても横になったりできないってことだよね。そうなの。でも親族の結婚式だし、できたら出たいなって。いやいやいや、そんなことよりもお腹の子の方が大事だよ。残念だけど今回はやめた方がいい。そっか、やっぱりそうだよね。何かが起きてからじゃ遅いもん。破水の心配もあるし、車に2時間もとか怖いよ。陣痛だっていつ始まるかわかんないし。だよね。残念だけど今回はパスさせてもらうことにするよ。今日旦那に話してみる。ありがとね。やっぱりそりゃそうですよね。ただ私だけ結婚式を欠席するなんて言ったら、義母にどんな顔をされるか分かったものじゃありません。だからもちろん夫に相談したんですけど、やっぱりお腹の子のことも考えて、私は結婚式を欠席させてもらうね。え、マジで？俺パニコと一緒に出席するって姉さんにも言っちゃったのに。そりゃあ私だって行きたい気持ちは山々よ。でも移動時間含め式場での滞在時間、その他もろもろなことを考えると怖いなって。でも赤ちゃんってそんな簡単に生まれるものじゃないんでしょ。最初の出産って12時間以上かかるって育児本に書いてあった。にゃー、そりゃそうかもしれないけどさ、でも個人差があるし。なんかそんな理由で結婚式を欠席するだなんて、正直俺は納得がいかないかな。姉さんにも失礼だと思うし。え？予想外の隼人の反応に私は言葉を失ってしまいました。隼人なら絶対に理解してくれると思っていたのに、まさかそんなことを言うなんて。しかももっと驚いたのは、式を欠席することは自分で義母に伝えろと言ってきたんです。それって自分の都合で欠席するってことだよな。ならさ、母さんにも姉さんにもパニコ自身の口から説明してくれよな。え？いや当然だろう。当然って、けどもし生まれるってなったら隼人も立ち会い出産するんでしょ。無関係ではないじゃない。ああ、それ俺パスするわ。あ？だってお前は自分の都合で親族の行事をパスするんだろ。俺だって同じだよ。お前の行事はパスさせてもらう。私は開いた口が塞がりませんでした。命がけの出産なのにそれを行事というなんて。私の心は今まで信じていた隼人への不信感でいっぱいになりました。結局隼人に言われた通り、自分で義母と義士に結婚式には出席できないことを伝え、散々嫌味を言われる羽目に。今までは夫婦の関係も良好だったのに、このことを機に会話もめっきりなくなり、ギクシャクするように。優しかった義父でさえ私に冷たく当たるようになってね。そしてあっという間に結婚式当日、隼人も義両親も私のことをまるでいない存在かのように無視し、出かけていってしまったんです。ところがみんなが出て行って一人取り残されて、しばらくすると急にズキンとお腹が痛み、なんと陣痛が始まってしまったんです。しばらくは間隔が長かったので、本に書いてあった通りリラックスをして過ごしていたんですが、夕方頃には痛みの間隔が少しずつ短くなり、病院に電話をしたところ、入院の準備をしてくるようにと言われてしまいました。慌てて隼人に電話をしたのですが、隼人、もうそろそろ帰ってこられそう？実は陣痛が始まっちゃって病院に来るように言われたんだ。はあ、なんで今このタイミングなの？ふざけんなよ。え？もしかして酔ってる？もうすぐ家に着くけど、俺はお前の行事はパスって言ったぞ。何言ってんだよこんな時に。義士の結婚式に出席し、浮かれている隼人はこの一大事を理解することができていないようでした。そして数分後、帰ってくるなり義母が私に一喝。親族で結婚式を欠席してたのはあんただけ。非常識な嫁はこの家から出ていけ。はい？親族を大切にできないような余命はもう必要ない。出ていけ？何言ってるんだか。私の言葉に隼人はハッとしました。大事なことをようやく思い出したようです。母さん、出ていくのは俺たちだよ。はあ？そうだぞ、この家を出ていかなきゃならないのは俺たちなんだよ。一枚の用紙を持ってきた隼人と義父。隼人は真っ青な顔をしているし、義父も完全に困惑しているといった感じ。何も知らない義母に私は真実を伝えてやることにしました。何か勘違いされているようなのでお伝えしておきますね。この家は私名義で、しかも結婚してからずっと私が皆さんを養ってきたんです。え？養ってきたってそんなことがあるわけないでしょ。だって隼人だって有名な企業に勤めて。母さん、実はそのことなんだけど。何？どうしたっていうの？ああ、やっぱり隼人は義母に本当のことを話していなかったようですね。あれだけ自分で話すって言ってたのに、やっぱり義母のことが怖くて言えなかったのでしょう。お母さん、隼人から何も知らされてなかったみたいですね。隼人、前の会社でトラブルを起こして今はフリーターなんです。しかもまだ借金を返済し終わってないんですよ。え？は隼人がフリーター？それに借金？ええ、借金返済のこともあるし、子供が生まれるまでに定職を見つけるって約束だったんです。もしその約束が守れなかったら私たち終わりにしようって話していたんですよ。それまでは同居もするし、私が養うって言っていたんです。ねえ、そうだよね、隼人。うん。しかも大好きなギャンブルは未だにやめてないみたいで、先週もお父さんと2人で朝から競馬に行ってたって聞きましたよ。競馬？私、お父さんがギャンブルをするだなんてそんな話聞いたことないわ。なんにも知らないんですね、この人は。とにかく私は金輪際あなたたちを養っていくつもりはありません。あとは家族3人で仲良く暮らしてくださいね。パニコさん、もう一度みんなで話し合わないかい？そうだよパニコ、頼む。俺たちここを追い出されたら行くところなんてないんだよ。俺ちゃんと頑張るからさ、なあ頼むよ。無理。あなたたち3人とも信用するに値しないから。そんなパニコ、ちょっと考え直してくれよ。それに私これから病院に行って出産をするの。私が退院するまでに3人ともこの家を出て行ってくださいね。そんなパニコさん、この後私の両親が来てくれることになってるので、居座ろうとしたって無駄ですからね。いすし。そしてその後私はタクシーを呼んでなんとか無事に病院に到着。私はすぐに分娩室に通されて、その後1時間もしないうちに双子の女の子を出産しました。おぎゃーおぎゃーと泣く可愛い娘たちを見て、私は感極まって涙が出てしまいましたよ。こんな可愛い子供たちの出産に立ち会えないなんて本当にかわいそうな夫です。もう関係ないんですけどね。その後駆けつけた私の両親が3人が家を出ていくまでしっかり目を光らせてくれていたと聞きました。行くあてもないのでどうするかかなり悩んでいたようですが、とりあえずお金もないし結婚したばかりの義士の家でお世話になることになったようですが、わがまま三昧で自由奔放な義母、それにギャンブルばかりして働かないギフト隼人に愛想を尽かし、同居早々大揉めして追い出されることになったとか。隼人は借金も返済中なのにやけになってギャンブルにのめり込んだところ、また新しく借金を作ったらしく、今は闇金高にお金を借りて大変なことになってるようです。こりゃあ養育費どころじゃなさそうですけど、とりあえず私はまず離婚を成立させました。これまでの数年間私が支払ってきた生活費だったり生まれてきた子供たちの養育費だったりはこれから請求予定です。とにかく元夫義両親が地獄の貧乏生活に足を踏み入れたことを知って私は大満足。パニコ退院おめでとう。パニコが無事に出産できてほんとよかったよ。ありがとう。それにしても結婚式は欠席して正解だったよ。そうだね。でもさ、これから双子ちゃんのお世話大変になるね。まあね。でも養う人が減ったから気分的には楽かな。私でよければいつでもベビーシッターやらせてもらうよ。それよりこの子たちの名前は決めたの？名前ね、いろいろ迷ったんだけど、この子お姉ちゃんがパニミ、それで妹がパニエにしようかなって。へえ、パニミちゃんにパニエちゃんか。いいね、かわいいでしょ。パニミパニエ、これからママと一緒に楽しく暮らそうね。ひしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。